はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。 iPhone 13指紋認証センサー搭載かということで、この指紋認証センサーというのはもちろんタッチ ID なんですが、そのタッチ ID に関するいろいろちょっと具体的なリーク情報が、最新のリーク情報が上がってきましたのでご紹介したいと思います。でそれに加えて液晶保護フィルムってね、指紋認証センサーになったらどうなるのというね、コメントとかもいくつかちらほらあります。ちょっと気になってる方もいらっしゃると思いますので、ここでねサクッと考えられることをお届けしたいと思います。解説したいと思います。さらには iPhone 13 Pro が 120Hz で6月末までにあることが完了しますという情報が入ってきました。さらに Apple のこの iPhone 12の 5G 戦略について、これ神な計画が行われていたということで、まあ情報が上がってきましたので、このね情報が一番面白かったので、皆さんねぜひね動画の方最後までご視聴ください。またテック好き石原さんというツイッターアカウントを僕は運営しておりまして、このチャンネルのようにアップルに関するリーク情報や iPhone の最新ニュース、さらにはテック系の面白ネタなんかを定期的にこのツイッターアカウントでつぶやいております。もちろんこのメインチャンネルではねお届けしない内容なんかも、まあ、僕のね個人的なねつぶやきなんかも含めて、こちらのテック好き石原さんはこのチャンネルと連動して、まあ、楽しんでいただければと思いますので、ぜひ僕のテック好き石原さんというツイッターアカウントもフォローください。はい、では本題です。 iPhone 13にオンスクリーン指紋認証センサー搭載かということ、これは海外メディアであるギズチャイナによりますと、 iPhone 13シリーズに搭載されるその指紋認証センサーについては、ディスプレイ埋め込み型指紋認証センサーではなくて、なんとオンスクリーン指紋認証センサーになるとの報道をしました。このオンスクリーン指紋認証センサーとは何かと言いますと、まあその名の通りディスプレイパネルと一体化されたディスプレイなので、まあ割れた場合なんかは Apple や任天堂のねプロバイダー以外の修理業者が交換するのはちょっと困難になりますよという話にもなってきております。で実際に今の段階で iPhone 13シリーズに搭載されると見込まれている指紋認証センサーは、光学式というものと超音波式というものがね、2つね、あの指紋認証センサーが噂されております。この光学式というものは、指の表面とディスプレイが接触した領域と、まあ接触していない領域ではこの反射する光の強さがねちょっとやっぱ若干異なるので、指紋のまあ隆起した部分とか、まあ谷間なんかのコントラストが形成されるようなものになっておりますので、まあいわゆる光なので、まあこの微妙なねあの隆起、まあ凹凸みたいなところもねこのセンサーは認識するということなんですが、超音波式とねある一方、これは光学式指紋認証センサーよりも認識精度が高いと言われておりまして、まあ汚れなんかのこれ影響が受けにくいということで、この汚れの影響が受けにくいというのは、この画面上にちょっとね汚れがあると、光センサーだと光の当たり具合によってそのちょっと汚れのね反射がちょっと微妙にねずれたりして、指紋認証がちょっとねうまくいかないっていう部分もあるということで、この超音波式になると、あの光学式の場合はまあ1点だけ、まあ、この辺を、まあ、押すと、まあ、指紋認証センサーのロックが解除されると。で、逆に超音波式になると、広範囲ですね。例えば、ここら辺とか、この辺をどこでも押すと、ロック解除ができるということになっております。もちろん、別の動画でもね、少しね、解説はしたんですが、一長一短、まあ、メリット、デメリットはあります。なので、まあ、どっちがいいか、どっちが悪いかというところもあるんですが、現時点では光学式、超音波式というものがあって、さらに、オンスクリーンの指紋認証センサーになるということで、もしね、画面が割れた時なんかは、簡単にはその修理ができない。まあ、プロバイダーとかね、やっぱり Apple に直接修理を依頼しないと、まあ、いけないということになりそうなんですよね。まあ、で、そこに来て、指紋認証センサーね、画面埋め込み型というか画面の指紋認証センサーになってしまうと、液晶保護ディスプレイは使えないんじゃないですかというね、コメントもありました。で、実際に僕も、そういえば使えるのかなと思って、ちょっとね、サクッと調べてみました。あの、ギャラクシーとか今ね、指紋認証センサー搭載されていたりするんで、ちょっとサクッと調べてみたら、その、光学式センサーでも超音波式センサーでも、
言ってもこの親指のこの指紋、この指紋がこの画面にねこうついたから、この画面がそのこのね指紋認証センサーに反、あ、指紋認証センサーじゃない、指紋に反応してるわけではなくて、その画面の中のねテクノロジー、光が指紋認証を、センサーとして機能するので、ここに例えば透明のね液晶保護フィルムが貼られていたとしても、指紋認証センサーは光学式光で指紋を認知する、そして超音波で認知するので、例えばここに真っ黒のその何あの、なんだろうな、真っ黒のテープとか真っ黒の板とか真っ黒のなんかそういう例えばこうね、こうなった場合は無理だけど、透明なら、まあ、クリアなね、多分かなりクリアな保護フィルムになるとは思うんですけど、クリアなものなら、それを邪魔することはないので、そのままロック解除できますので、液晶保護フィルム厳しいんじゃないという声もあるんですが、多分というか、まあ、可能性としてはこの可能性なので、まあ、大丈夫であるということが言えると思います。で、実際にね、その、Galaxy シリーズの指紋認証センサー搭載されたものの液晶保護フィルムも普通に売ってますので、まあ、そういう仕組みになっていると思います。はい、そして iPhone 13 Pro の 120Hz、6月末までにあるものが完了しますということで、ちょっとご紹介します。これは台湾のデジタイムズが iPhone 13 Pro シリーズには、消費電力をまあ低減したリフレッシュレート 120Hz がまあ搭載されて、これがプロモーションディスプレイであると報じておりまして、このサムスンディスプレイと LG ディスプレイがその iPhone 13 Pro シリーズに搭載されるまあ低温多結晶酸化物、これ何回もね動画でお伝えしているんですけど、 LTPO という有機 EL ディスプレイパネルの生産に向けて動いています。その多結晶低温ポリシリコン、まあ、LTPS OLED ディスプレイパネル生産ラインを LTPO ね、今言った LTPO OLED ディスプレイパネル生産用に、まあ、転換中であって、それが6月末までに、まあ、完了する見通しであるということを報じました。つまり、120Hz のプロモーションディスプレイ生産が6月から本格的に動き出すのではないかという可能性で、つまり 120Hz iPhone 13 Pro では搭載する可能性がかなり高いということになってきております。 iPhone 12ではね搭載されなかったものが iPhone 13 Pro では搭載される、つまり iPhone 13のエントリーシリーズ、 5.4 インチの iPhone 13 mini 仮、そして 6.1 インチの iPhone 13には120Hz はもしかすると厳しいのかもしれませんが、 iPhone 13 Pro シリーズなら搭載の見込みがかなり高くなってきております。さあ、そして Apple の iPhone 12の 5G 戦略がちょっと神なんじゃないかということで、神というか、まあ、うまいなという感じがあって、その 5G っていうのは、この iPhone 12に搭載される 5G っていうのは、まあ、LTE とかね無線 LAN などでも使用される周波数をまあ使ったサブ6ですね。サブ6の 5G が搭載されているんですが、その 5G には、この iPhone 12には 5G サブ6のみだったんですけど、 5G にはそのサブ6に加えてミリ波という 26GHz 以上のまあ 5G の2種類の 5G がありますが、その 5G ミリ波とサブ6を搭載したモデルを今年 iPhone は大量に出荷するのではないかということで言われております。これはなぜかと言いますと、その世界経済がまあ少しずつではありますが回復傾向にあるということを受けて、Apple は2021年、ミリ波の 5G 対応のまあ iPhone の出荷をまあ加速させたいということなので、このサブ6とミリ波両方搭載した5G モデルの iPhone の出荷をまあ見越しているということなんです。そもそも Apple は2020年にパンデミックの影響によってアメリカとヨーロッパでインフラ整備が遅れるであろうということをもう想定して2020年動いていたということになっておりまして、あえてミリ波対応である 5G モデルの iPhone の出荷台数を低めに抑えていたとされていますので、つまり
アメリカ限定で 5G のミニ波サブ6を搭載した 5G はアメリカ限定でね、発売されました。まあ、限定というか、アメリカ国内だけで発売されて、日本ではサブ6のみが開放された状態でした。やはりそのパンデミックによるインフラ整備のやっぱ遅れによって、大量に iPhone 12をさばくことはできない。しかも 5G のミリ波とサブ6を搭載したモデルを大量にはさばけない。から、サブ6とミリ波を搭載した 5G は、とりあえずアメリカだけ発売して、ちょっと簡易的に 5G のサブ6モデルを大量に生産するという流れにしたということで、まあ、なかなかね、上手な販売戦略ということにはなっています。まあ、その影響もあって、もうここ日本でもそのミリアの、まあ 5G 基地局の拡大がね、広がっていくと言われていたんですよ、2020年。ただそのやっぱりパンデミックの影響でいろんなね問題が生じたことによって、やはりその 5G のインフラというのは2020年に想定されていたよりもやはり低い水準だったということが言えますので、まだ今ねパンデミックの状況なので、これが少しずつ世界経済的には回復しつつあるので、この日本でも 5G の基地局のインフラ整備は少しずつではありますが加速していく運びになっているということから、 iPhone 13ではミリ波とサブ6両方を搭載した 5G 対応の iPhone 13が販売されるという可能性が高まってきているという話になるようです。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。